んか見れてる人がいて、なんか猫抱っこしてるなんか猫だ1匹かな2匹かな2匹かな、もうね猫抱っこされてて、そうもう取られてた取られてて2匹だけ、遠くから本当に遠くからチラッと見ただけ。えでも本当にもうそれだけ、そう撮られてたの。なんかねカップルに抱っこされててなんかもうずっと抱っこしてたから全然見れなかった並んだらよかったのかな、後ろに並んだらよかったのか、そっかそっかあ、レーンはこちらですかって言って並べばよかったかしら。そうなんですよ。コミさん、氷漬けのクマありがとうございます、ありがとう。なのででも楽しかったです。いっぱい歩いた。階段とかもいっぱい登って、風を待つのミュージックビデオ、ここで撮ったんだって思って、いやーって思った。走ってない。走ってない。もうすっごいゆっくり登ったもうすっごいもうすっごいもうゆっくり登ったちょっと途中途中で休憩を挟みながら本当に絶対もうきついだろうなって思いましたコミさん、かわいいギフト10個ありがとうございます。本当にちょっと走ったのは本当にうわーって思った。そう、何回もだよね。なんとなんと、そうだよね、本当にすごいなって思いました、改めて思いました。そうだね、マリーナさん嫉妬してるかもって、そうマリーナさんとはじめ尾道行きましょうってずっと話してたんですけど、結局行けてなかったので、行きたいなマリーナさん、この前昨日か、誕生日だったよね、誕生日おめでとうございますって12時ちょっと過ぎに送りました。あ、そう連絡したよ、そしたら来ると思ってなかったってびっくりって返信来た。初めね、もう00分日付ぴったり狙おうかなって思ったんですけど、なんかちょっと恐れをちょっと恐れ多かったので、ちょっと7分ぐらいで送りました。そう、自重したんだよ。そうだってもしさ、私がその誕生日に来た一番の LINE とかになったらちょっと申し訳ないじゃないですか。だから自重です
誰かメンバーの誕生日一番狙ってみるって。でもなんかもう恐れ多い申し訳なくなっちゃうから、私は送るとしても5分は待ちますね。あ、そうだからね、尾道はその上りは全部上って、帰りはロープウェイで降りました。そう、上まで登ったの結構歩いた。リコちゃんの一番狙おうかな、じゃあちょっとガチろうかな。いっそ前日の59分にも送っちゃう。あ、普通上りがロープウェイで下りが歩きなの？いやでもなんかね、全然上り始めもう猫を探すために、猫どこって言いながらね登った。いっこうさん、クマありがとうございます。クマありがとう。残念だな、冬だからかな、また行きたいな。カズサさん、レインボースターありがとうございます。レインボースター山正さん、かわいいギフト10個ありがとう。ビルマさんもクマありがとうございます。寒い、今日寒くない？寒っ。でもそうだよね、週末またすっごい寒くなるみたいよね。明日の方が寒いの？あ、そう、ポムさん、ポムポムプリン。あ、そう、今日ね、友達の一人がね、なんか会った時ね、プレゼントくれたんですよ。それで、なんかポムポムプリンのシールがあって、可愛かったの思い出した。なんかなんかね、なんか初めちいかわ好きって聞かれて、ちいかわ知ってる？唐突に聞かれて、ちいかわキャラクター。ハーツさん、タコありがとうございます。私
そんな特別特別好きっていうわけでもなかったから、え、いや別にって言ったらすっごいえってショックそうなショックを受けられて、なんか LINE スタンプとかで私結構使ってるから、ちいかわのだから好き、多分すごい好きって思われててえって言われてだからね、あの、え、あ、好きだよ好きだよって言ってそう、プレゼントでね、かわいい、あ、ちいかわ、ちいかわのクリップ、かわいいだから私今日からちいかわめっちゃ好きになったんですだから本当にもうね、今日から私ちいかわ大好きちいかわ大好き人間でになったのでよろしくお願いしますちいかわ好き、今日からねもう大好きになった。え、でもなんかかわいい、使う、ティエマンさんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。なんかお話し会のあのツーショット会とかで、最近このめっちゃ可愛いポーズでお願いしますって言われることが多々あって、ちょっと面白い。なんかもう一人のお友達には別のチーカーのクリップで。使います。さあ、あとねポンポンプリンのシール、かわいい、ちょっとちいかわが好きな原田なので、今日からこうして配信しようと思いますあ、ぷんぷんプリンはねもともと好きで、高校生の時とか通学のカバンとかにつけてた今日はじゃない、今日からだよ、今日から、ん、ずっとちょっと好きアピールしとこ、ちょっと今日は申し訳なかったので。寒い寒い、ビルマさんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。全然わざとらしくないよ。暖房つけてない、つけてないですね。そう、白飛び防止です。バクさん。よし、ヒーターつけた。よいしょ。ヒーター、私ヒーター大好き人間なので。あ、ストーブがそう呼んだので来ました。ああいいね。今すごいもう幸せを感じてる。なんか暖かいって幸せだよね。と最近思います。そう、ヒーターしか勝たん。
なんかね、900ワットと400ワットがあるんですけど、450ワットと900ワットがあるんだけど、初めいつも900ワットにするけど、熱くなって450に変えるけど、でも450だと寒くってっていうのを永遠としてる。あ、もうすでに熱くなってきた。900ワット熱いんですよね。でも450ワットだとなんか物足りないんだよね。ほら、すでにもう熱くなってきた。ちょっと近すぎるのかな。そう、なんか間が欲しいよね。ね、600ワット欲しいよね。ちょっと暑いな。あ、でもなんか450だとちょっと寒いんだよな。450にした。すごい、なんで氷漬けなんだろう。あ、寒いからか。さっきも言った気がする。今日って満月なのかな。帰り道月が綺麗だった。まん丸でした。満月なのかな。カメラ目線どうも。ちょっとなんか言おうって思ったけど、ちょっと言葉が出てこなくてどうもになった。満月今日17が満月なんだ。じゃあまだか。今日が15だから2日後なんだね。冷たい視線。せやかりん友達になんて呼ばれてるって。ちょっと聞いてほしい。すごい冷たい視線笑われちゃった。あ、そう、なんかね、今日会ったうちの友達の一人が私のことなんかわかんないけど、たまに腹立っちょマン、腹立っちょマンって呼んできてて、高校ぐらいの時から。もうやめてって、やめてよって、何それ、何それって言ってた。ねえ、その時は初めね、初め多分、え、違う、マッチョ、マッチョとかそういう意味じゃないと思う。そう、なんかさ、全然可愛くないからやめて、やめてほしいって思ってる。多分初め腹立っちょで、腹立っちょで、そっからなんか知らんけどマンになって、腹立っちょマン、謎ですね。
そう、可愛くないのでちょっとやめてほしかった。そう、正義の味方だったのかな。ハラダッチョ地味に好き。いや、ハラダッチョっても呼んでくる子が多分別にもともといて、だからそのハラダッチョをその子は取って、で勝手に改名してハラダッチョ。むしろ今ショールーム見てるかな、見てるかな。見てますか。なんか見てるかな、見てたらこれからもしもう呼ぶのやめてください。もうダッチャマンってそれはもう原型ないじゃん。なんかたまにねショールーム見てるって言われて恥ずかしかった、恥ずかしかったです。私すごく、顔赤いのはヒーター、ヒーターですね。消したら寒いからこのままにしとく。でもなんかそう、友達に今日何回かふざけてさやかりんって呼ばれたけど、それはそれでそわそわしました。ゆずきちさん、タコを10個ありがとうございます。カインってさ、呼ばれないよ。あのメンバーからはさやかりんですけど、あ、チーカーはこれアピールしてます。チーカー好きなので。やめてよ、ハラダッチョマン使っていくのやめてください。やめてください、やめて。それでもしその呼び方が広まったらちょっとちょっとその友達ちょっと裏も、ハラダッチョもやめてください。本気で癒そうって、だって可愛くない。もういいよ、もうこの話いいよ、いつまでもやめてください。やめてください。うん、やだやだ。翔一さん、タワーありがとうございます。すごい、凍ってるタワーなの、氷タワーなの、すごいね、タワーまで凍ってるの、それは寒いわけだ。ありがとうございます、ありがとう。また後でお礼を書かせていただきます、ありがとうございます。ねえ、ハラダッチョタワーってそれは何、それは何、ダッチョタワーって何、え、ダッチョタワーなのこれ。そういうこと、そういうこと、ハラダッチョマンにタワーってこと。どういうこと。
だとすごい凍ってる、寒いわけだ。ありがとうございます。もうダッチョにしようって、そんなそんな一周回って省略みたいなのあ、もう話題変えよう。何の話しよう、なんかありますかもうこのままじゃちょっと腹ダッチョマンが終わらないので、なんか話題を変えようかな。なんかツイッターとかも結構友達見てくれてるみたいでなんか私結構皆様なんとかですかみたいな、キャリーしてるみたいに言われてもうちょっとやめようってもうやめようって思った。何に逆にな、何にしたらいいのかな。そうめっちゃ見ててくれててびっくりした、びっくりしました。なんか握手会お話し会も行きたいって言ってくれてたけど来ないでって今優等生キャラとかそういうつもりじゃなかった。逆になんて書くのかな、みんな、なんて言えばいいの、みんなの衆なんて書けばいいのかな。君たち、あ、そちたちえ、ほら皆様以外なくない、皆様以外ない、あ、皆さん、皆さん、皆さんかな。いや、ミラーボールありがとうございます。カエルたち、ダッチョ家族って何ダッチョたちよって何、ダッチョ組とか知らんそんな組ないねえ、やだやだ、言わなければよかったそんなのないですそんなのありませんダッチョ民もいません。そうよ、ちょっと待って、せっかく話題変えたのに話題が切り替わらんやん話題が変わらんやん、ちょっと待ってちょっと話し終わって、せっかくちょっと待って、なんかなんか今日は何かあったかな待って、やめてやめて、ちょっと新しい話題、何か何がないかな。そうですね、チリパがね、ダブルさやかでした。ダブルさやかです。久しぶり、本当に前回の
サイアントぶりなので久しぶりな気がしてるけど楽しみです。ぜひ聞いてください。すごい、なので楽しかったです今日は。あ、ちょっとちいかわがなんかあんまり見えなくなってしまっている。そうですね、いい気分転換になりました。私あんまりアクティブにアクティブに動かない人間なので気分転換になりました。でも猫はいなかった、それが心残りですが、猫がいなかった。リベンジ行きたいですね。春行きたいな。桜の季節にもともと。そう、あれ？うん。リコちゃんと春桜見に尾道行きたいねって去年話してた気がする。今年行けるかな。行きたいな。そう、あ、春が、春の尾道いい？あ、じゃあ行きたいな。猫リベンジ行きたいと思います。でも今日ね、あ、そう、今日食べたものとかまたメールとかで送ります。今日の写真はまたおいおい送ります。私自分のカメラで全然写真撮ってなくて、全部友達が撮ってくれたの、あ、後で送ってって言ってたので、ちょっとまた送ってもらって送ります。あ、もうこんな時間なんだね。こんな時間なんだね。おやすみメール。メール。じゃあどうしよう、おやすみメールを送るので50分ぐらいに配信終わろうかな。もうちょっと触れないとこ、まだ話題がまた戻っちゃって触れないとこーっと。
そう、友達髪染めてて可愛かった、可愛かった、可愛いですよ友達、二人とも可愛い。かしひこさんめっちゃ可愛いギフトありがとうございます。そう、大学生です。なので今春休みかな、春休みですね。なんかでもね、本当に不思議な感じがした。うん、高校の時とか3人で結構話してたりして、なんかその3人で広島にいるっていうことが本当に本当になんかね1時間に1回ぐらい感動してた私今日そう、嬉しい、来てくれて嬉しい。でもなんか時が経つの早いなって思った。この前までさ、みんな高校生だったのに、あ、もう二十歳って言ってそう、でもちょっと聞いてください、私の悩みを。最近ね、スマホの充電が本当に減りが早くて、もう私今日途中で充電がもう 5% とかになって最後 5% とかでもう焦ったでもこっからの伸びが4%、5% 忘れちゃったけど、それぐらいを切ったら、切ってからの伸びがスマホはすごいんだって言って、そう思い込んで頑張って、よし明日持っていくぞって思ったんですけど、思ってたんですけど、準備は万端だったんですけど、え、違う、忘れたんじゃなくて、なんかいるかなって直前になって思って、よく考えたらこれ今日朝から夜までいけるかなって思ったんですよえ、充電いけるんじゃないかなってなんか思っちゃって、持っちゃってね、持っていかなかったの。そう、今日そんなに大きくないバッグだったので、まあいっかって思って置いてきたら、そう、私なんかできるだけ荷物を少なく出かけたいんですよ。必要最低限で出かけたいので、置いちゃったらダメでしたねダメでしたね。なのでちょっとこれから持っていこうと思う。でも最近本当に減りが早いので、ちょっとあれかも、寿命かも。もう47分？じゃあ今日はこれくらいで配信を終わろうかと思います。じゃあ壇上じゃない、テロップ書こうテロップ何にしよう。
の俺はまた後日次の配信の時にさせていただきます。ありがとうタワー。ということで13位、カズさん、さやかりん、楽しい、ありがとうございます。12位、しつやかの天ぷのたけさん、ありがとうございます。11位、とりさんさん、ありがとうございます。10位、 TM マンさん、ありがとうございます。9位、カズサさん、ありがとうございます。8位、山正さん、ありがとうございます。7位、ゆずきちさん、ありがとうございます。6位、ハーツさん、ありがとうございます。5位、いっこうさん、ありがとうございます。4位、ビルマさん、ありがとうございます。3位、